マニアックです。何なんだろう。一緒に勉強しようね、翔太くんですか。なんかこれ、きついな、自分で見てて。せっかくなんで、じゃあ羽生さんが出てるやっぱ一緒に見ましょうか。いや、ちょっとそれは、いや、でもちょっと、せっかくなんで、ちょっと、何のせっかくかわかんない。いやいやいや、なんか、AV 女優が、なんか自分の AV にリアクションしてみたみたいな、ちょっと面白いかなと思ったんで。面白いですかね。面白いです、面白いです。ちょっと恥ずかしいかな。うん。じゃあ、ちょっと、行きましょう。ちょっと、とっておきのっていうか、僕が、とっておき？はい、好きなシリーズがありまして。そうなんです、ね。なんか、ボイン大好き翔太くんってやつあるじゃないですか。あれにもなんか出られてた。とのことなんで結構いっぱい出ました。出ました。何本か出たんですね。じゃあ3本ぐらいは出たと思います。おーおーおー、なるほどなるほど。じゃあ結構そのシリーズお詳しいというかプロフェッショナルなんで、プロフェッショナルの方が解説しながらやっていくスタイル、うん、野球解説者がプロの野球を見るみたいな感じで、それでAV のプロフェッショナルの方がAV をプロの目線で見てちょっとどうなのかっていうのをちょっと、なるほど、はい、見てみたいですね。日本ってやっぱ世界から見ても AV のレベルやたら高くてあ、そうなんですね。そうそう、ポーンハブっていう世界で一番人気あるサイトで一番検索されているワードが、な、変態とか2番目がジャパニーズとかなんですよ。なんでプロフェッショナルな方にちょっと AV のプロの見方っていうのをちょっと今日は交えてちょっと見せていきたいなと思いますので。わかりました。じゃあちょっと一緒にこちら見ましょう。はい、じゃあ今から視聴します。視聴します。昔のやつですか。昔の結構、あ、これ昔の羽生さんです。昔の結構ギャルで、ギャルですね。まあでもメイクもね、濃かった。メイクも濃かったですね。流行ってたのかな、ギャル。うん、ギャル全盛期の頃ですね。うん、服装とか髪型からも時代ちょっと感じます、ね、時代感じますね。うん、ちょっと太ってましたね。ちょっとだけ肉付きいいですけど、うん、これもこれですごい綺麗です、ね。まあ、好きな人は好きかもしれない。うん、ギャル好きな外国人ってやっぱ多いですよね。うん、これ役柄的には何役です。何なんだろう。一緒に勉強しましょう。翔太くんですか。なんか何なんですかね。この女の人の知り合いのお姉さんみたいな感じですよね、うん、多分。ああ、家庭教師とかじゃないんですか。あ、全然違うと思います。多分お姉ちゃんって呼ばれてる。お姉ちゃんって呼ばれてます。 おやつ用意してくれるんですね。勉強のために。頭悪そうですよね、私なんかこうやって見ると本当に。なんかあれですね、うん、本当に勉強この人教えられるのか感はちょっと出てますよね。頭本当に悪そうですね、私なんか、うん、下着はみ出してますよ ね、 すね。なんか田舎の祭りとかのギャルでこんないそうですよね。なんかこれ、うん、きついな、自分で見てて。でもこういう衣装だったの、なんかペアルックみたいなんですよね、翔太くん。あ、翔太くんと。そうですね。ちょっとダサいですかね。これはちょっと、これ小学生じゃなくておっさんじゃないですか、これ。どう見ても羽生さんより年上の。まあ、私より年上の翔太くんなのかな。これ設定上だとこの子小学生ですよね。小学生ってことになってるのかな。あ、なるほどなるほど。なかなか変わった感じですね。そうですね。パンチラがちょっとパンチラしてるけど。ませた、これ子供ですね。これに気づかないっていうのもなんかもうバカなんじゃってなりますけど、どうなんですかね、これは。そうですね。バカじゃないのってならないのかな、見てる人は。いや、見てる人はやっぱ大興奮で、やっぱ夢叶えてくれてる感はあります。なんか、そうか、よかったね。これは、確かに、この時のことはやっぱさすがにもう、すごい昔なんで覚えてないんですけど、触っちゃってますね。小学生がさ、お姉さんの触って。揉んでますし、揉んでますね。でもなんかもうエロい顔してるなっていうのがモザイク越しでもわかるもん。そうですね、うん、これ多分他にもっとなんかあった
男優の方いたと思いますよね。もっと小学生っぽい。でも当時はあんまりいなかったんじゃないのかな。あ、そうなんですね。今は多分本当に若くてもっと子供に見える方がいらっしゃるっぽいんですけど、はい、なるほどなるほど、うん、頑張れって言われてますよ。頑張りたい。頑張りたいよ。お姉ちゃん、ないよ。けれん。これ笑っちゃっていいのかなって思っちゃうんですよ。なんか笑っちゃいますね。笑っちゃいますね。僕はこのシリーズはちょっと半分ギャグだと思ってちょっと見てるんですよ。翔太くんだけだと思うけど、笑っちゃいますね。なんかこれプライベートでなんか、うん、例えばなんかそれ好きな人とか彼氏とかとやったら盛り上がるかもしれないです。あ、そうなんですね。なんか翔太くんになってもらって、 お姉ちゃんとは呼ばれたくないですけど、はい、なんかちょっと変態っぽいことされたいにはしたいかな。あ、本当ですか。うん、おちょっとやだ、やかな、やっぱり。やっぱりですか。どうでも笑っちゃってますもんね、私。ちょっと吹き出しちゃってますよね、うん、我慢できないんですね、きっと。そうですね。うん、多分このシリーズはもうなんか多分ずっとこの棚をやっててくださいみたいな。おー、え、まだみたいなのはありましたね。なるほどなるほど。え、まだ、この棚の下りで結構なんか尺取ってますね。取ってますよね、うん、ずっと変わらない風景。変わらないですね。でも僕も翔太くんだったらずっとあれですね、棚で探しててほしいと思いますよね。本当ですか。本当です本当です本当ですか、うん、そっか、うん、そういうもんなのかな、うん、あ、そうだそうだ、あのツイッターで、はい、あの羽生さんに何か質問ありますかってなんかあの、うん、なんか視聴者に送ったんですよ。うんうんうん、したらあのそのなんすかね、ボインは柔らかいんですかみたいな質問がちょっと来ました。あ、え、柔らかいと思います。あ、柔らかいんですか。ありがとうございます。じゃあちょっとあのありがとうね。ちゃんと答えていただいたんで。はい、柔らかいと思います。その質問したやつちゃんとコメント欄でちょっと書いておいてください。はい。なんか昔おっぱい図鑑っていうのに載ったことがあるんですけど。はい。それにはウォーターベッドの柔らかさって書いてます。あ、ウォーターベッドなんですね。なるほどなるほど。ウォーターベッドらしいです。ウォーターベッドと同じぐらいの、うん、ちょっとわかんないですけど。なんか複雑な気持ちになってきました。複雑な気持ちになりますよね。そうですね。あ、これ勉強教えてるシーン、ね。ついに勉強。教え始めましたね、私が。こんな谷間露出して勉強を教えるお姉ちゃんいるんですかね。あ、いないでしょうね、うん、現実には。そうですね、やっぱ小学生が勉強してるっていうよりはなんかさ、佐賀急便とかの作業員のおっちゃんが何か書類記入してるっていう感じにしか見えないですよね。まあなんかそうですね、佐賀急便の方を誘惑してるギャルって感じですね、うん、そうですね、小学生でやっぱ無理があるんですね。まあまあ一緒にポッキー食べる。どういう気持ちだったのかな、この時。あんまりよく覚えてないですか。これは前昔すぎてちょっと覚えてないですね。やっぱ自分のバカっぽさがなんかすごい気になりますね。気になりますか。バカっぽい。でも声がやっぱいやらしくていいですね。なんか今より高く感じる。高いですかね。うわ、これ誘惑強すぎますね。これ俺もあの手出しちゃうかもしれないですね。これはまあ、これはまあ、
無意識だったら罪深いですよね。そうですね、無意識っていう設定ですからね。うん、無意識って設定なんですね。無意識じゃないですか、やっぱこのお姉さんはやっぱ、いたずらされても気づかない人っていうことなんで。あ、そうなんですね。うん、誘惑お姉さんじゃなくて、翔太くんのいたずらに、え、いたずらどっちなのみたいなぐらいの天然の人っていう設定なんで。でも明らかに翔太くんは意識ありますもんね。肘が明らかに翔太くんはいたずらの人なんで。私は気づかない、気づかないですね。ちょっとアホな人っていうことでハマり役だったんでしょうね。読んでいただけ続けたってことは。そうですね、うん、なんか3秒でやれそうな女ですね、これ見てやれそうですね。自分で言っちゃいますね。自分で言うけど3秒でやれそうな、絶対やれますね。やれますね。この服着てきた時点でやれるなって思うもんな、多分。そうですね。正論言ってますけど、やってることはなんかやばいですからね。そうそう、そうですね、そうですね。なんか、うん、なんか持ってくるんだ。チョコじゃないですか。チョコ。これ結構大人のそういうお店とか行ってないとこういう発想にならないですよね。そうですね、多分。そうですね。あ、それかアダルト業界に長いとかじゃないと多分絶対。まあ、でも翔太くん、あ、監督さんのシナリオなので。あ、そうなんですね。翔太くんのアドリブじゃないと思います。あ、そうなんですね。そうです、そうです。そうか、そうか、そうか。翔太くんは書かれてるのをやってる、書かれてるのをやってるだけ。言っていいのかな。ネタバレになっちゃうけど、でもそういう裏を知れるっていうのは面白いことです。多分絶対これダメなんですけど、はい、こんな翔太くんじゃないですか、本当は。これ多分絶対ダメなやつだ。これ NG、 いや、これカットしますね。え、翔太くんそんな感じだったんですね。それはちょっと意外ですね。いや、なんか全然やっぱ、うん、うん、えってなります。なりますね。でよくそういうのやっぱ出てくるもんですね、見てたらさ、うんうん、昔の記憶が。はい、まだ食べるとか言ってますか。おっぱい食べられる。でもなんかそういうのはありですよね。翔太くんが好きとかじゃないけど、うん、やっぱそういうのは自分の胸が揉まれているところを見続ける私。なんか牛乳とか飲んでたんですかね。私ですか、はい、私は牛乳は飲んでなかったんですけど。おマクドナルドで大きくなりました。あ、マクドナルドででかくなるんですね。そうですね。おマックで2ヶ月で8キロぐらい太ったらバンって急に。あ、そうなんですね。まあ、全部太りましたけどね。はい、うんうん、その時にじゃ胸だけちょっと残ったって感じですね、痩せた。まあ、最終的に胸だけ残りましたね、今結果的に。あ、なるほどなるほど。ペンでいじるのとかやります？ペンでいじるの、あ、こういう鉛筆でいじるのとかやります。え、やっていいってことなんですか。あ、違う違う違う、今やりますじゃなくて、プライベートでやったりしますね。いや、これやったことないですね。やらないですよ。やらないですね。はい、なんかあるある AV でたまに。あ、あるんですね。教室とかの設定だとやる人います。あ、そうなんですね、うん、あ、これ初めてでも知りましたね。なるほど、はい、やっぱなんか昔のビデオのスタンスとなんか最近までのスタンスはまた全然違うなって感じてます。おお、どういうところが変わってきてますか。あ、なんか私自身のですけど、なんかもっと、まあ翔太くんだからかの、ポッポップだなっていう。ああ、なるほど、今の方がポップ。それとも、ね、あ、こっちの方がポップです。こっちの方がポップなんですね。あ、じゃあお疲れ様ですね。昔の自分の AV の作品見てどうでした。なんか、うん、うん、いろんな意味でなんか、うん、ちょっとなんか複雑な気持ち。複雑な気持ちですか。そう、そうですね、うん、あ、でもなんか面白いなと思う。いや、面白いですよ。明らかにおっさんが小学生のふりしてなんかさ、お姉さんとか言ってなんか
なんか面白い、うん、面白いな、面白いですよね、うん、面白いですよ。変なのあるし、なんかあまりにも私、昔の私が頭悪そうすぎて、やっぱ即やれそうな女だなっていうのが客観的に見て思って、あれ今ももしかしてそんな感じなのかなって怖くなりました。どうでしょうね、まあ、3秒ではないと信じたいです、うん、3秒でやれそうではない、うん、でも確かに YouTube 見ててベロンベロンに酔ってるシーンだと、あこれもしかしたらいけんじゃないかみたいなさ、あれはそうで、でもあんな酔っ払ってるのとやってもしょうがないですよね。いや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 、もう、はい、あのそうできるだけでも全然幸せなことだと思って、そう面白すぎる、うん、そうですか、そうそう、あ3秒でやれない女を目指したいと思います。いや3秒でやれない女を目指そうと思ったそうです。目指そうと思いました。はい、じゃあよろしければ、羽生アリサさんのチャンネルもぜひ面白いので、そちらもチャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、じゃあご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。